これから仙台市教員採用選考 D 仙台オンライン申請システムによる申請2の出願方法を説明します氏名、振り仮名、住所などは事前に登録した情報が自動入力されます生年月日、電話番号などを確認し間違いがなければ次へ進むをクリックします次に学歴を入力します 初めに、高等等学校等の入力を行います。なお高卒認定試験等の場合は学校名の欄に認定試験と入力し卒業年月には資格を得た年月を入力してくださいなお入学と卒業の日付は在籍期間を入力いただくため入学式や卒業式の日付ではなく4月1日3月31日をそれぞれ入力してください 在学中の方は、卒業見込み日となります。次に、大学等の入力をします。学部、学科、家庭、専攻まで、入力してください。こちらも、原則として、4月1日、3月31日の日付を、入力してください。大学院は、学校名を記入すると、入学、卒業を記入する欄が表示されます。 必要事項を入力してください。その他は、先に入力した大学や大学院以外で、教員免許取得のため、在籍した学校がある場合は、入力してください。特に、出願する講師、職種、教科に該当する、教員免許状を、取得した通信や、科目履修正などによる学歴は、必ず入力してください。続いて、職歴を入力します。大学生。 大学院生の皆さんは、職歴なしを選択してください。なお、学生時のアルバイト等は、記載不要です。また、大学卒業後、現在仕事をしていない場合は、職歴ありを選択して、職歴1の欄に、在家庭と入力してください。職歴なしを選んだ方は、最後に申請内容の確認をして、申請するのボタンをクリックします。 職歴あり、を選択すると、こちらの確認画面が表示されます。職歴は、古い順に入力します。例えば、大学卒業が平成28年3月31日で、その後、すぐに職業に就いた場合は、職歴1の開始は平成28年4月1日となります。また、空白期間がないように入力していただくため、職歴と職歴の間に空白期間がある場合は、 その期間を在家庭として入力してください。例えば、平成28年3月31日に、英小学校での勤務を終え、その後、5月15日までは職業に就いていない場合は、職歴2にその期間を入力し、勤務先を在家庭とします。次の職歴3は、在家庭期間が完了した翌日から開始となります。このように 古い職歴から空白期間を設けずに入力し一番最後の職歴に現在の職歴を入力しますなお現在勤務している職業を入力する場合はいつまでの欄には申請日を入力します現在働いていない場合は勤務先は在家庭と入力し職名はなしを選択します 次の職歴がある場合は、次の職歴を入力する、を選択します。すべての職歴の入力が終わった場合は、職歴の入力を完了する、を選択します。なお、職歴は、最大40個まで入力することができます。40個を超える場合には、教職員課まで、お電話にてご相談ください。申請2が完了すると、こちらの画面が表示されます。 8桁の番号は申請1と申請2では別の番号になりますのでご自身で忘れずに管理してください続いて申請内容の PDF をダウンロードするのボタンをクリックします PDF をダウンロードしましたらご自身が入力した履歴内容が正しく反映されているかご確認くださいその後こちらの履歴書は紙に印刷します なおスマートフォンやタブレットから印刷する方法については別途説明動画を準備していますのでそちらをご覧ください印刷した履歴書を用意します記入はすべて黒のボールペンで行ってくださいこちらの記載内容を確認の上チェックボックス2箇所にチェックを入れます続いて申請日氏名を辞書します 申請1では、申請後、すぐにダウンロードできる書類は2つあります。採用願書は、申請内容確認用で、試験当日は使用できません。同時にダウンロードできる、勤務状況申告書は、現職者特別選考と、講師等経験者特別選考に出願した方は、事例の写しと一緒に、郵送してください。受験番号が記入された、採用願書、受験票 切手調布大使は6月下旬にダウンロードできます。また申請2の履歴書は申請後すぐにダウンロードすることができます。印刷後必要事項を記入し一時選考当日に受付でご提出ください。 一次選考受験者は、写真を貼った採用願書、受験票、切手調布台紙、履歴書の4点を、一次選考当日に持参し、受付で提出します。一次選考免除の方は、7月12日まで郵送でご提出いただきます。提出する必要があるのは、採用願書、切手調布台紙、履歴書の3点です。受験票は、二次選考当日に持参となります。 誤って郵送することがないよう、ご注意ください。